ハイラインから見た10番街の17丁目付近120丁目から北のハーレム方向を見たアムステルダムアベニューワシントンハイツの164丁目付近のアムステルダムアベニュー10番街はニューヨーク市マンハッタンのウエストサイドを南北に走る大通りである59丁目より北の区間ではアムステルダムアベニューに名前が変わる この通りは主に北方向への一方通行であり、西110丁目より北では両方向通行となる。10番街と11番街は、ウエストビレッジ、ミートパッキングディストリクトのガ安全ボートストリート、岩層場とストリートの1ブロック下がその南端である。一番南の区間では10番街は南への一方、通行となっている。14丁目から北では10番街は45ブロックに、 渡り北行きの一方通行となる。西59丁目から北はアムステルダムアベニューに名前が変わるがカセドラルパークウェイまでは北行きの一方通行が続く。カセドラルパークウェイより北の区間では両方向通行となっている。アムステルダムアベニューは59丁目から129ブロック続き西190丁目から ハイブリッジパークに突き当たるまでの少しの区間では、ホートジョージアベニューに名前が変わる。イェシーバー大学のウィルフキャンパスの前を通過する184丁目から186丁目の区間は南北両方向とも道路が一車線に狭まる。ハイブリッジパークによって一自動が途切れるが、公園を過ぎると再び道は同じ延長線上から再開する。 ここからの区間では再び十番街という名前に戻り、1マイルも行かないうちに北端に達する。この区間の南端は、リックマンストリートとハーレムリバードライブの北端が合流する交差点であり、北端は西218丁目とブロードウェイの交差点である。この地点はほぼマンハッタン島の最北端であり、ここから2ブロック先でブロードウェイは、ブロードウェイ橋を渡り、ブロンクスに入る。 10番街は、ウエストサイドマンハッタンのチェルシーとヘルズキッチンの、ネイバーフ島アムステルダムアベニューは、アッパーウエストサイド、ハーレムそしてワシントンハイツを走る大通りとして建設された。20世紀の長らくはこれらの区間の大部分は労働者や貧困層の生活するエリアであった。20世紀初頭、この通りは商業用の車両と鉄道路線が走っていた。 19世紀には、ウエストサイド線がこのアベニューに沿って走っており、10番街カウボーイという馬に乗って、平洋軌道の列車が近づいてくると通行人に道を開けるよう知らせる、役目の仕事があった。アムステルダムアベニューは17世紀初頭に、オランダの統治下にあった、ニューヨークの旧商ニューアムステルダムの名前を残すために、付けられた。サンナ・フィアスタインの ネーミングニューヨークによると現在アムステルダムアベニューと呼ばれる59丁目からフォートジョージアベニューまでの区間は1811年委員会計画で10番街という名前で計画され、1816年に開通した。1890年になってアッパーイーストサイドの宅地開発の宣伝のためにこの通りに新しい名前をつけることが協議され、 新しい街そして新しいニューアムステルダムを建設するという意味合いも含めてこの区間をアムステルダムアベニューと呼ぶことになった。十番街とアムステルダムアベニューは2段階に分けて、車線の半分を南行きの道路に変換した。ブロードウェイとの交差点の南は1948年11月6日に、残りの110丁目までは1951年12月6日に、 両方向通行道路へと変換された。こうして、アムステルダムアベニューは110丁目よりも北は、現在でも両方向通行のままである。20世紀後半の不動産ブームの間に、この通りの59丁目から100丁目の区間は、ニューヨークで最も高級な住宅街へと変貌した。ニューヨーク市地下鉄7系統の延伸計画では、7、 7トレインを34丁目駅まで延伸する途中に10番外駅を設ける計画があったが2007年に撤回された。ありがとうございます。